こんにちは、海進整骨院の山岡です。今回はですね、手指の痛み、特にまあヘバーテン結節にならない予防策としてご紹介したいのがですね、まずこの指の間を押すっていうふうにご説明したところがですね、ここです。ここの一つ一つの間ですね、この間をですね、表も裏もこの両方ともここで掴むっていうことが大事ですけども、ポイントとしてはですね、こっちから押さえるのではなくて、横からこうではなくて、この横から押さえてもらって、この指の間こうですね、こういうふうにこっちとこう両方ですね、これとこれと両方ともこう押さえていきます、はい、でこっち側はこう届かないので、こっち側に反対にしてからこう押さえていきます。こういうふうに、はい、こういうふうに、でこういうふうに押さえて、この押さえながら、なるべくまっすぐ押さえてグッパーしていくっていうことが大事ですね。一つずつで動きが悪いところは特に、1、2回ではなくて3、4回こうやってもらいながら両方とも動かしていくっていうことが大事ですね、はい、こうすることによってこの指の間にある筋肉や血管が動いてきますので、予防策としては一番いいかなというふうに私は思います。皆さんもぜひお試しください。よろしくお願いします。